実況させてていいいただおおりまますすすシロックマンですよろしくお願いしく願、えー、今日はですね、えー、最近購入したゲームソフトを紹介していきたいと思います。まずこちら。はい。えー、ベルウィックサーガーですね、えー。ティアリングサーガーシリーズ。ベルウィックサーガーですね。はい。えー、こちらね、えー、プレイステーション2になりますね。はい。このゲームはですね、えー、つい最近ね、 えー、プレイさせていただいた、こちらね、プレイステーションのティアリングサーガの続編ですね。はい。こっちが1作目になります。はい。で、こっちが2作目ってことで、これがね、最近届きました。ベルウィックサーガ、ティアリングサーガシリーズ、ベルウィックサーガってことでね、エンターブレインですね。このゲームはですね、まあこのティアリングサーガシリーズというものはですね、ちょっと画質悪いな。 このティアリングサーガーシリーズというものはですね、あの、なんというか、ファイアーエンブレムにかなり似てるんですよね。ゲーム内容的にね。はい。システム的にもすごく似てまして、もうほぼ同じと言ってもいいぐらい似てるんですけども、それはなぜかと言いますと、あの、ファイアーエンブレムシリーズをね、作られた方が作ったゲームだからですね。はい。で、まあ言うたらね、プレステ系でね、ファイアーエンブレムって、 出てないんですよね。発売されてないんですよ。まあ、プレステ系、というかね、ファイアーエンブレムシリーズっていうのは、ま、ニンテンドーから発売されてるゲームなんで、ニンテンドー系のゲーム機ですから発売されてないので、まあ、言うたらこれはだから、プレステ版のファイアーエンブレムみたいな感じですね。はい。すごくね、こっちね、こないだやりましたけど、この間ね、トゥルーボルミニでやらせていただいたんで、ちょっと英語版でやったんですけどもね、こないだね。これ僕も実物のゲームソフト持ってまして、 はい。まあそのうちこれでもね、これもそのうちやりたいなと思ってるんですけども、実況プレイでね。はい。もうかなりね、システム的に似てまして、この間プレイした感じではもうほぼ同じようなシステムでしたね。ファイア e ブレムとね。はい。まあこれね、発売した時はですね、どうやらね、盗作だっつってね、騒ぎになったみたいで、任天堂からね、訴えられて。ただまあ、このゲームを作ってる人が、まあ一応、 ファイアンブレムを作った方ということで、一応ね、話は収まったみたいなんですけどもね。はい。で、まあこれがね、一応、これの、まあた2作目、今回、これね、届きました。ベルウィックサーガー。まあこれはちょっとね、あの、新鮮というか、新鮮なのはですね、一応ね、シミュレーション RPG なんですけども、単成になってましてね、今までのファイアンブレムとか、このチアリングサーガーをね、 味方軍というか、自分と敵軍のね、ターン、ターンが交代でね、行動できるんですけど、このゲームは同時進行らしいんですね。あの、敵軍と自分のね、あの、まあ、戦略というかは、ば行動がね、同時進行で行われるということでね、そういう意味ではちょっとこう、リアルタイム的なところを追求したゲームなのかなっていうね、感じがいたします。はい。まだやったことないんですけど、これまたそのうちね、実況プレイやりたいと思っています。はい。 まあ一応ね、プレステツール、僕もね、持ってますから、普通にね。はいこれ。これですよね。持ってるんで、このちっちゃい、小さいタイプね、プレステツール。これ実機でね、やりたいと思ってますね。あの、HDMI コンバーターというものがありますので、はい。それを使ってね、やりたいと思っています。これ HDMI ついてないですもんね。これは。これ確かついてない。あれちょっと待って。 これあれか。USB ないんや。このプレステ2は。USB 端子がないんや。つううことは無理か。HDMI でこれプレステ2をやるのは。無理つことかな。あ、あるわ、あるわ、あるわ。よかった、よかった。ありますね、ここにね。USB 端子ね。はい。これね。まあ。 っとっとこれが HDMI コンバーターと呼ばれるものでして、これもすいね、ちょ割と最近購入したものですけど、これをまあね、これとこれをつないであれすれば、あのプレステ2とか、ね、がこういうね、ここに挿してあれすれば、まあ、これで、ったプレステ1のゲームとかプレステ2のゲームが HDMI 端子でプレイできると。 いうものですね。はい。まあ、今日ね、ゲームソフト紹介をやるつもりだったのに、いつも何か HDMI コンバーターとプリステ2まで紹介してましたね。はい。まあ一応これ、ベルウィックサーガと、このティアリングサーガね、そのうちね、実況プレイしたいと思ってますので、よろしくお願いします。これはね、まあ、結構前に購入したんですけどね、まあこれのついでに紹介させていただきました。はい。それと、もう一つこれですね。はい。 ニュースーパーマリオブラザーズ2ですね。あ、ちなみにこのベルウィックサーがね、送料込みで500円しなかったですね。はい。安かったです。で、これが、これもね、これ送料込みで850円ぐらいでしたね。結構安かったんでね、買いました。はい。はい。オソフト入ってますね、ここにね。はい。 でもこれまだ割と新しいイメージあったんですけどね。安くなるのが早いですよね。2012年かでも。あ、結構経ってるんですよね。そうなんやね。意外と時間経ってる。これ、5年も5年も経ってないのかと思ってましたけどね。2012年から結構経ってますね。うん。まあまあ、でもそうですね。それぐらい安いんですね、今はね。 まだやったことないですからね。あの DS の1のね、ニュース・ーパーマリオ・ブラザーズ1の方はね、やったことあるんですけども、これはまだね、もうやったこともないし、安かったんでね、あこれはいいきいなと思って買いましたけどね。はい。それと、はい、えー、またこのタイミング来ました。はい。えー、2つこずつ目が届きまして、はい。これね、何が入ってるか、ね。 えー、僕はもう分かってるんですけども、一応ね、一応皆さんの方にね、この開放するタイミングっていうのはなかなかね、相互できないんで、親がいないときにね、こういうタイミングがあるときしかね、紹介できないんで、まあ、ちょうどいいかなと思いまして、はい、開けさせてもらいます。入っ、はい、あら、ちょっと待った。あ、これこっちか。 こっちか。そうか。ごめんなさい。ゲームソフトじゃなかったです、こっちは。であと2つ僕ゲームソフト注文してるんですけども、それもちろんこれも注文してたの忘れてました。これね、CD です。はい。あの、STU48 のね、えー、ニューシングルでしたね。3枚目、あ、じゃ4枚目かな ?4 枚目のシングル。そうか、ゲームソフトが持ってたな。そっか、こっち、こっちが届いちゃったか、先に。STU48 の。 ニューシングルです。はい。そうか。ごめんなさいね。いや、ゲームソフトがね、僕届いたもんだと思い込んでましたんで、あと2本ね、ゲームソフト注文してるんで、それだと思ってました。すいません。CD でした、これ。はい。までね、開けてみないとわかんないですからね。しょうがないですね。じゃあ、これはどっち、これは、これはどうなんかな。これは何かな。 ああ、これも CD か。ゲームソフトじゃなかったか。これも CD でしたね。これも STU48 のニューシングルです。あ、もう DS のソフトだと思ってましたね。完全に。そうか。まあでも、これ開けないとわかんないですからね。あとね、と僕注文してるのはね、大乱闘スマッシュブラザーズの 3DS のやつですね。はい。それと、あともう一つは、あの、ドラゴンボール ヒーローズ、アルティメットミッション X ですね。その2本中文もう言っちゃいましたけどね。まあ別にいいんですけど言っても便利で。そうか。CD だったか。じゃあ結局このゲームソフト紹介の動画、ベルウィックサーガーとティアリングサーガーだけ紹介する形になっちゃいましたね。はい。これも STU48 のニューシングルです。はい、タイプ8。えー 前ねせ、せっかく届いたから、タイプ B ですね。あとタイプ C もね、消耗してるんで、それも届くと思うんですけど。そうか、ゲームじゃなかったらごめんなさい、CD でした。はい。STU48 ね。はい。一番新しい AKB グループの姉妹グループになりますね。あの、瀬戸内の、あの、グループになりますね。はい。ああ、そういうことか。 はい、まあい,いやまあい,いやまあそれはこ,れはこ,れはこれはこれはこれで個人的に嬉しいのでねはい、ちょっと皆さんにはあまり関係ないものでしたねはいはいということでまあちょっと結局これを3つしか紹介しなかったことになりますけどね ということでね、じゃあ今回これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。